流行ったレイアウトです。で、私あの YouTube の方で3名ぐらいの方からちょっと質問を受けたので、今回この動画を作ってみたんですけど、このレイアウトかなりあの特殊な、まあ特殊だと思います。で、これはですね、バウアーの新見俊博さん と、ラウドネスの樋口宗隆さんのレイアウトがほぼこういう感じです。お二方は、実はここにもう一つ6インチ の、あのタムタムが入るんですけど、私はまあまあ、実は前6インチ持ってはいたんです、持ってはいたんですけど、まあ、ちょっと使わないなというか、正直、まあ使わないです。なのでもうこの8まででいいかなと、こういうレイアウトなんですけども、バウアーの新見さんにはかなり影響を受けたというか、実は1986年か7年ぐらいに千葉県文化会館というところで、そのバウアウのライブと6組ぐらいいたのかな、アマチュアバンドがですね、まあ、全国から集まったアマチュアバンドがその、まあ、前座というか、まずやって、その後バウアウのステージをやるという、もう夢のようなイベントがあったんです。確かバップレコードか何かが主催したのかな、まあもう40年ぐらい前の話なのでちょっと忘れちゃいましたけど、ただその時にですね、私がまあ当時組んでたそのアマチュアバンド、アマチュアバンドのメンバーとその楽屋に行ってたんです。そしたらたまたまですね、山本恭嗣さんがもう前から向かってきて、もう山本恭嗣さんって言ったらもうバンドやってる人たちなら誰もが知ってると思います。もう、神がかった人なんですけど、まあその当時もすごい、もちろんすごいオーラがあったんですけど、でその恭嗣さんが来て、私も開口一番、他のメンバーも山本恭嗣だっていう感じでもう大騒ぎしてたんですけど、私恭嗣さんに本当失礼なんですけど、新見さんってどこにいらっしゃいますかって聞いたんです。で、他のメンバーはその恭嗣さんと写真を撮ってたんです。そして恭嗣さんは楽屋にいるからちょっと行ったらっていう感じで案内してくれたんです、恭嗣さんが。で、もう私はもう今考えると、なんでもう山本恭嗣と写真を撮らなかったんだろうって、もうそれだけが後悔なんですけど、で、その後に楽屋に行ったらその新見さんがいらっしゃったんですね。で、まあちょっといろいろ、もう私もその当時そのビート・オブ・メタル・モーションっていうアルバムが発売されたばっかりだったんですけど、で、わーっと思って、結構身長低めで、もうスラッとして、そしたらその新見さんが、今からサウンドチェックやるので、ちょっと一緒に来るって、って、もう信じられない話ですよね。もうプロドラマーの、その当時もうラウドネスとバウアーってすごい人気があったバンドなので、で、まあ一緒に行ったんです。で、私はちょうど、新見さんが、まあ、サウンドチェックのためにこういろいろやってたんですよね。で、私はもうこのまさにこの真後ろに真後ろで見せていただいたんですけど、まあすごかったです。新見さんって、まあなんていうんですか、その派手なあんまり余計なことはやらないドラマーなんです。本当に的確なリズムキープをして、まあ、言ったらその邪魔しないタイプなんですよね。で、それがでもすごかったんですよね。そのサウンドチェックの時に、まあ私はその今までバウバウのアルバムを聴いてて、あ、この方すごいなとは思ってはいたんですけど、あんまりこう派手なことはやらない。ところがそのサウンドチェックの時にそのドラムソロみたいなのをやっていただいたんですけど、まあすごいんですよ。本当に、あ、まあ大変失礼な話なんですけど、いや、この方こんなのできるんだなっていうぐらい、もうびっくりしちゃって。それとそのシンバルの叩き方にしても、タムの叩き方にしても早いです。そのスナップのこのバシーンっていう、こうなんていうんですか、もう空手、もうボクシングでいうかバーッとこうやるような感じなんですよね。バーッ、すごい速いスピードで、でバスドラもまあすごいんです。なんであんな細いのに、私の半分ぐらいしかない、本当にもう半分ぐらいの方なんですけど、
まあすごいですよ、音が。まあ私あれ見てからなおより一層新見さんが好きになっちゃって、まあ、ひとみ元気さんとかとも、あ、まあ、あのその当時は佐野さん、ベースが佐野金次さん、あとボーカルがひとみさんで、山本恭司さんに渥美玲さん、そして新見さんっていう5人のメンバーで、写真ももちろん全員で撮らせて、なくなっちゃったんですよね。あればもう今ここ YouTube にアップしたいんですけど、友達が、でも確か友達が持ってるようなことを前ちょっと LINE で話したので、まあもう一回送ってもらおうかなと思って。まあそういうわけです。あの私がなぜこのセットにこだわるかというと、やっぱりまあ今でももちろん好きですけど、その当時大好きだった新見さんとラウドネスの樋口さんの影響はかなり受けてます。まあ、今後も崩さないです。このセットでやる分には、今流行りのね、玉を真っ平らにしてとかっていうのはもうないです。これ私もあの60歳になっても70歳になってもドラム叩いてる以上、このセットでやる分にはもうこのセットでいきます。